はい、えー、新仮面ライダーのネタバレをしたいと思います。えー、最速上映ってやつですかね。の、えー、ちょっと1時間遅い、えー、IMAX 版をね、えー、7時から見ていきまして、えー、ちょっとね、見た後はね、ポカーンとしましたね。えー、そしてまあ、これやっぱりあの映画だったなっていうのと、それからまあね、やっぱりショッカー。 は、やっぱりあの組織だったんだな、とかね。えー、で、まあ、この、やっぱり、映画の元になってるのは、やっぱ、庵野監督のあの作品なんじゃないのかな、みたいなね。絵はじゃないですよ。えー、そんな話をね、えー、ラダラとしたいんですが、えー、まあ、えー、まあ、あれですよね、浜辺美波さんですかね。え、が、ま、あむちゃむちゃ良かったですよね。で、 えー、こういう、まあ、ターミネーターみたいなね、えー、無表情な、えー、役をやらせるのが、いいんじゃないのかなってね、思いますね。で、まあ、えー、まあ、見た目が、えー、綾波で、で、通常モードは、えー、みささんですよね。そして、えー、夜は、えー、アスカで、そして、仕事モードの時は、リスコとね、言うね。 <laughs> もう全部森になってて完璧なんですね。オタクが、えぇ、ー、オタクの理想の女神像みたいなのがね、一人に入ってものすごいこう背負わされてるわけなんですよね。まあ髪の毛をね、えー 紫にしなかったのはね、さすがに止められたんじゃないのかなと思うんですけれども、えー、まあ、そういうね、キャラでずっと浜辺美奈さん賞みたいな、えー、あれですよね。だからドラえもんのみたのをなんとかみたいな感じで、浜辺美奈さんがまあ主役だったんだろうな、みたいな感じにね、えー、なってましたね。 で、まあ、やっぱりね、えー、仮面ライダーのこと全くわからないんですよね。まず一まるまるちゃんと見たことがないっていうことなんですよね。で、まあ、見たことがないっていうのはもうないんですけど、まあ、何話かね、えー、リバイバルでやってるのを見たことがあるんですが、まあ、基本、まあ、一夜がっつり見るってことはないんですよね。で、まあ、えー、基礎知識的には、えー、まあ、ショッカーから、えー、 改造されて抜け出して、で、そのショッカーと戦うみたいな感じなんですが、まあ、抜け人者ですよね。で、まあ、だから、えー、ショッカーは忍者と同じで、えー裏切、裏切り者はね、許さないどこまでも追っていくみたいな形なんですよね。 まあそこに、まあ、えー、政治的なものがね、えー、絡んでるんじゃないのかなってね、私が思う仮面ライダー像なんですが、まあ、えー、普通に考えれば、まあ仮面ライダーっていうのは、まあ改造された日本人みたいなね、まあ、アメリカに改造された日本人みたいなね、えー、感じになってるんじゃないのかなっていうのはね、えー、話聞くだけではそういうふうに、ね、思いますよね。で、まあ今回なんですけど、 ええー、まあ風力発電が必要だっていうのはね、聞いてたんですよね。その仮面ライダーベルトに風を当てないと、えー、変身できないっていことなんですね。だから2号が出てきた時に、オートでね、変身できてみんな驚くわけなんですよね。あの、ええー、あれは誰だええー、あの、本郷武しくんですかね。がね、本郷くんがね、えー、驚くんですが、あれでも普通に考えたら、あの、 風車を回すエネルギーがどっから来てるんだってね、話になって、そのエネルギーをそのまま使った方がいいんじゃないのかなってね、思っちゃうわけなんですよね。で、まあ、えー、まあ一番良かったのはやっぱサイクロン号ですよね。サイクロン号のその造形みたいなのは本当と良くて、で、まあ途中、こう、空を飛ぶシーンがあるんですよね、こう。 え、エキゾーストがね、下に向いて空を飛ぶっていうシーンがあるんですが、まああれはどう見てもね、宮崎駿監督が作ったジブリ実験劇場のオンエアマークなんですよね。あれなんですよね。オンエアマークはね、ちょっと最近リバイバルで、えー、映画館にかかったんですよね。まあね、まさかの仮面ライダーと繋がるとは思ってなかったですね。実、本当は、 その7月に公開される宮崎駿監督の君たちはどう生きるかのですね、えー、元ネタになった、なってるんじゃないかっていうふうに思ってるんですが、えー、その前に仮面ライダーにもね、えー、同じシーンがあって、まあだそれも兼ねて仮面ライダーのプロモーションも兼ねて、まあ公開したんだなっていうことがね、あまあわかりました。 で、まあ、ええー、まあ、驚きなのは長澤まさみさんですよね。長澤まさみさんいきなり出てきて、ええー、まあ、誰もが最初よくわかんなかったんですが、まあ、多分長澤まさみだろうな、と、このキャラはと思って、後でウィキペディア見たら、まあ、そうだったんでね。ええー、まあ、長澤まさみさんが出てきて、これが、ええー、シン・ウルトラマンと、それから、あれですね、ええー、 君の名はですよね。君の名をブリッジする役割としてまあ、だから新海誠監督と、えー、新ウルトラマンをブリッジするオタクの姫オタサーの姫っていうことで長澤まさみがね出てて見事演じきってるわけですねでは、まあ、石原さとみは出てきてないと思うんですが えー、その石原さとみのキャラはね、えー、いろんなキャラが、えー、踏襲していましたよね。で、なんかやたら変な英語で喋り出すっていうね、えー、のがあって、まあその石原さとみは多分もう出ないでしょうから、まあその、え、代わりといってはなんですが、キャラだけ、えー、継承していくという形にね、えー、なってるんですよね。で、まあもうずっと出てる竹野内豊さんですかね。まあ彼が、まあ、 えー、全部をブリッジして、謎の組織に、謎の組織ではないですが、まあ、えー、上級組織にね、いるわけなんですが、まあ確かタクシー乗るとね、えー、GO の CM がすごい出てきて、まあテレビでも多分やってると思うんですが、あれ竹内豊さんですよね。なんでもう、彼が出てくると、えー タクシ、ー捕まらなくて困ってるおじさんにしか見えないっていうのがちょっとね、ちょっと残念な感じに、ね、えなってますね。まあその点、まあ斎藤匠くんはまあ CM の出るセンスも上手くて、インディード,ィードとかですよね。上手いなと思ってて、えー、そのまんまの格好でウルトラマンのまんま、えー、今回も出てて、でまあ、えー、 浜辺美みなみさんにですね、下着を渡して、えー、これは、えー、女性警官が、若い女性警官が選んだからみたいな感じで <laughs>、気遣ってんだけど全然気遣ってないってむしろね、傷深めてるみたいな、オタク代表を演じてて、非常に良かったですね。そして匂いもね、えー、匂いシーンもあって、まあ、お風呂シーンですよね。まあ、これはだから、えー、ずっと、えー、新シンエヴァから、えー、新シンウルトラマン、 そして、シンゴジラ。でも、全部つながっている、えー、お風呂に入れなくて匂いがするシーンっていうのがね、えー。全部つながってて、多分これが、そして洗濯もしてましたよね。これもだから、シンエヴァにもあって、この庵、安野監督的に、えー、生活感を出すっていうことは、風呂に入って洗濯をするってことらしいんですよね。 まあそれは、宮崎駿もそうなんですね。宮崎駿の、その、まあ、ありとあらゆるらところで選択が出てくるんですが、まあ、一番印象的なのは、まあ、あれですよね。私の中では、えー、確か名、名探偵コナンではなくて、未来少年コナンの最終回も選択してたようなね、えー、気がするんですよね。なんで、まあ、安野秀明的にはですね、えー 生活感を入れなきゃなっていう時には、このお風呂に入って、えー、洗濯をして、そして人間らしさっていうのは、えー、匂いっていうことな、みたいですね、えー。そしてまあそういうふうにブリッジして繋がっていくんですが、えー、まあ、この絵がやっぱり、ある映画になっちゃうんじゃないかってみんなね、えー、危惧してたんですよね。 で、そしてやっぱりその通りだったっていうことになって、それはまあ、えー、安野監督がね、えー、若かりし頃にね、えー、監督した実写映画、Qt ィーハニーですよね。全く同じでしたね。Qt ィーハニーよりもしかしたら金がかかってないんじゃないかっていうね <laughs>、感じもしまして、ね、その取り方が上手くてね。多分お金は、Qt ィーハニーの10倍とか20、100倍とかかかってると思いますけれども、えー、まあそれを感じさせないね、 え、ダサさっていうね、え、感じで、まあ。キューティーハニー、一番問題だったのは、その、ギャグがずっと滑ってるっていうところだったんですが、まあ、これはアンの監督は学んだらしくて、え、ギャグは、えー、封印ですね、シンゴジラですね。えー、ギャグは、えー、やらないんだけど、真面目にやってるだけでおかしいっていうことが分かったと思うんですよね。<laughs> なんで、真面目にやるだけでいいっていうね、なんかもう、 えー、辛いに横棒一本引いたら、えー、幸せになるんだよとか言ってもう笑うしかないね。金八先生、浜部美波さんって金八先生出てたんですかね。まあ、えー、あれですよね。えー、あのー、アパマンショップの、あのー、昼顔のね、あの人とか出てたの、あのそこの事務所ですかね。えー、ではないか。 オスカーだかな。えー、まあ、えー、そこら辺のね、継承してる感じとか、その下着を渡すシーンとか、まあ真面目にやるだけでおかしいんで、ギャグはいらないなっていうことがね、分かったと思うんですよね。まあ、エヴァも、新エヴァとかではギャグはね、多分、ほとんど入ってない。つか入ってないですよね。それでも、まあ、その、 不人公のね、行動がおかしい。まあ、安野秀明監督がおかしいからだと思うんですけど、まあ、それで笑ってもらえるんだなってことはね、えー、多分わかってるんじゃないのかなと思うんですね。じゃあ、ギャグのないね、えー、キューティーハニーに何が残るかっていうと、まあ、結構何も残らないっていうのがあって。<laughs> では、まあ、キューティーハニーと、えー、この新シリーズを繋いでるのは、まあ、市川さんなんですよね。市川、えー、なんとかさんなんですよね。 やはり、シン・ゴジラでのヴィーナス、そして、えー、シン・ウルトラマンでは一回休んで、えー、そして、えー、シン・仮面ライダーではついに母になるという役に、えー、なってまして、えー、まあ、マーギーシステムですよね。なんで、まあ、この市川さんがとても重要なね、えー、役割をしていて、えー、どうやら、安野監督のこのシン・ユニバース、 はですね、えー、役者さんを使い回すってことが新ユニバースらしいんですよね。そして、えー、大落ちが同じってことですね。要するに、みんな、えー、仲良くしようよ。でも、そのためには肉体が邪魔だから、みんな解け合っちゃおうよ。 人間スープになろうよっていうのが、まあ、大落なんですね。で、世界をぶっ壊せば終わりというね。まあ、シンウルトラ,ウルトラマンも、えー、シンエヴァも、えー、そして、まあ、シンゴジラもね、えー、シンゴジラも破壊神として降り立ってるわけですから、まあみんな同じなんですよね。世界をぶっ壊して、リビリドするか、えー、溶け合って終わりにしようよ。 っていうね、まあそういうオチが多分 AKB48、ね、とか AKB グループの定義が秋元康さんが歌詞を書くことっていうことらしいんですよねまあそういうのがフランチャイズ化されてベトナムとか中国に持ってってるんですが秋元康が歌詞を書くまあ本当に書いてるとは思えませんがっていうことがまあ除去になってるんですがまあこ,うこのアンの監督の新ユニバースは えー、まず、庵の監督が監督することですかね。まあ、これは、でもまあ、そうとも限らないですね。そして、えー、役者を、えー、使いますことですよね。で、さらに、えー、最後の、えー、敵の目的は同じ、えー。世界破壊っていう、世界系っていうね、えー、ことみたいですね。まあ、この3 二、えー、つか三つをね、えー、満たすと、まあえー、新ユニバースに入れるということみたいなんですね。で、そうすると、やっぱりこの新ユニバースの、えー、元、オリジナルは、キューティーハニーだったっていうことになって、まあ、多分、えー、いつの日か、えー、キューティーハニーがね、えー、この新ユニバースの中にしれっとね、えー、入っちゃうんじゃないのかなとね、 思いますね。で、まあ、えー、浜美波さんね、えぇ、ーまあ、どっからどう見てもね、えー、灰原愛ちゃんなんですよね。まあ、これは、えー、その設定ですよね。組織から、えー、まあ、逃げ出してきたっていうところですよね。そして、まあ、えー、声優さんが同じっていうことですよね。綾波とね。なんで、えー、これは、 えー、エヴァシリーズの、えー、女神を全員入れて、さらに、灰原愛も入れちゃったっていうね <laughs>、オタク水前のね、えー、キャラクターをこう作ってしまっちゃったわけなんですね。まあ、それに対して、そのアンチテージですよね。えー、として、まあ、西野七瀬さんがね、出てきてて、これは、同じオタクの中でも、まあ、えー、オタクの種類、まあ、レイヤーが違うわけなんですよね。 で、えー、アニメオタクそして、えー、アイドルオタクこの両方の姫対決がこの八王子と、えー、浜辺美波のね、えー、対決になってお互い和解しようとしていてお互い友達だっていうことにね要するにオタクに、えーいまあ、不潔なね、えー、風呂に入らない お宅に好かれるオタサの姫としてお互いシンパシーを持っているっていう描き方になってて、で、それがですね、えー、実はその、えー、リアル、えー、リアル、リアジュ長沢まさみのですね、えー、毒によってね、このオタサの アイドルオタクのね、姫である西野七瀬が、えとどめを刺されるっていうのがね、非常に皮肉なわけなんですよね、うん。で、それを打ったのが、まあ、ウルトラマンっていうね、ことなんですよね。ウルトラマンには感情がないっていうね、ことにもなってると。えー、まあ、そういうね、まあ、この物語っていうのは、やっぱりオタクのね、 オタクワールドの、えー、物語に,になってるのかなってね、思うんですよね。まあ、あのー、一文字隼人が、えー、フリーの記者、ジャーナリストらしいですよね。で、えー、ペンとカメラで戦うみたいな感じだったと思うんですが、まあ、確か原作はフリーカメラマンだったのような気がするんですが、 そ,うそれであのカメラをね持っててあれデジカメではないですよねあの昔のコンパクトカメラだと思うんですがあれ今の人はあれなんだかわかんないんじゃないのかなと思うんですよねあのサイズのカメラって本当もうあの当時としては画期的な小さいサイズでまあ盗撮とかねにも使われたと思うんですがまあその盗撮というかニュースですよねその えー、談合とかね、えー、横断のことをしている、えー、悪い、偉い人たちを撮るために、ああいうカメラがあったと思うんですが、あれ、今の人、あれ見てカメラとおもわからないんじゃないかなと思うんですよね。で、あれ、まあ、えー、ファインダーも、ファインダーを覗いても、ちょっと横に長いんで、結構ずれるんですよね。そのファインダーとレンズの位置が違うんで、 そしてまあ、えー、フィルムも、えー、ちょっと忘れちゃいましたが、えー、相当小さいフィルムなんで、まあ、画質も多分悪いですよね。そしてまあ、カートリッジ式みたいなね、えー、形になってて、ガッチャンって入れて、えー、確か、えー、シャッターも、まあ昔のカメラって今のカメラもそうですが、自動巻きではないやつなんで、えー まああの、ガンですね。銃みたいに、えー、カッチャンって一回、一、えー、回折りたたんで、そして引き伸ばすと、えー、フィルムが一個送られるという形だったとね、思いますね。えー、まあだから、あれは、浜辺美奈が、えー、その銃ね、あの銃の種類とか全然わかんない、ガンオータじゃないんでわかんないんですが、銃やマガジンをガンガン欲しがる、 という戦闘タイプに対してですね、えー、この仮面ライダーっていうのは優しいわけなんですよね。で、その優しさの象徴が本郷くんなんですが、まあ、それとは別に戦う術を持っているのがまあ、一文字くんですよね。そして一文字くんは、えー、銃の代わりに カメラを、えー、携帯するっていうことになるんですがそのカメラのシャッターを押すことを、まあ、英語ではシューティングっていうんですよね。なんであれはがん、えー、の代わりなんですよね。ということで、まあ、最初からまあ結構血が出てて驚いたんですがあれは、えー、改造人間にねされた、えー 本郷くんが、えー、もう理性を失って、えー、生身の人間と戦うとああいうことになるっていうことなんですが、まああれはまあ、まあそのまんま、えー、安野秀明監督なんですよね。で安野秀明監督が、 えー、わけも分からず、えー、アニメをね、えー、書いて、エヴァンゲリオンとか作ったら、みんなオタクがね、えー、ショッカーというオタクが血まみれになってしまったっていうね、ことだと思うんですよね。そして、えー、そのオタクは、まあ、安野秀明でもあって、安野秀明も帰り血を浴びてしまうということなんですよね。まあ、そういう、えー、メタファーが、まあ、最初に入ってるんじゃないのかなと思いますね。えー、なんか知らないけど、改造されて、えー、 ものすごい力を持ってしまって、えー、それを制御なしに使っていたら、周りのオタクたちが血まみれになってしまったっていうね、まあそういう描写で始まるんじゃないのかなとね、思うんですよね。でまあ仮面ライダーの敵がですね、ショッカーではなくて、えー、クライマックスは仮面ライダーの敵は仮面ライダーみたいな形になって、まあそれもどっかで見たことあるんで、 ような気がするんですが、まあ、暗いし、目の色もそんなに変わってない。だから目の色は赤とかね、赤じゃなくて、青とかね、緑とかにすればまだ分かったんですが、まあ、それはダサいから多分やらなかったんでしょうね。なんで暗い上に、えー、目の色もよく分かんないくて何が何だかっていうね。まあ、案の感覚、もともとアクション、そんなにはって感じなんで、そこもちょっとね、ね辛いなってね、思いましたね。 やっぱナイトライダーのね、えー、カールみたいにちゃんと赤とオレンジってガビッとね、分かれてればいいんですが、なんか微妙に赤なのかオレンジなのかね、分からないっていうか、もしかしたらあ野監督的には、あ野監督は多分目がいいんで、えー、そしてまあ、えー、男性っていうのはね、えー、色調がいまいちこう、えー、分からないってね、言われますよね。それに対して安野監督はもしかしたら、えー、女性並みにね、 わかるんじゃない分かって。だからまあお化粧とかのの、口紅の色とかファンデーションの色とかめちゃくちゃ種類がありますよね。あれは男性多分わかんないってね、言われてますよね。その代わり男性はまあ、えー、動体視力がいいっていうふうにも言われて、まあトレードオフ。まあ能力が同じならまあトレードオフというね、まあ関係になってるんじゃないのかなと思うんですが、まあとにかくね、ちょっとわかりにくいっていうね。 ことがありましたね。ただまあ、やっぱサイクロン号がもう、こう、タンデム、タンデムじゃタンデムは二人のですね、ナンデブかな。して、こう、アキラみたいにね、えー、ぶっ飛んでいくシーンっていうのは、まあそこは本当にね、まあかっこよかったな、とね、思いますね。まあこう、いきなりこう、えー、つ,つなぎなしで、えー、カットが、 カットというか、まあ、ロケーションが変わっちゃうっていうのは、まあね、えー、多分特撮マナーだと思うんですよね。そして、まあ、ぬりぬりがね、えー、浜辺美波さんが消えちゃうのも、まあ、えー、シンエヴァーの綾波とね、えー、同じだと思うんですよね。で、まあ、えー、最後ですね、えーえー、あれは、えー 名前をね、名乗るところがあって、えー、それで、えー、タキ君と、それから、えー、なんとかってね、名乗るんですが <laughs>、あれ、私、仮面ライダーリテラシーがゼロなんで、あ名前を聞いて、タキっていうこと、あともう一つね、もう一人の名前、もう一人の名前もそうなんですが、ああ、のタキっていうのは、あ、君の名、 の、あのー、なんとか滝くんと上も下も同じじゃん、みたいなね、感じで。そして名前を聞いたら言うってことは、これはあれですか新海誠監督を、えぇ、ー、安野秀明は後継者として指名したのかそれはまあ、新エヴァの時からあったんですが、なんか、えー、新ウルタナマンでも長沢まさみですよね、を指名したりして、 えー、これは、えー、安野秀明監督からですね、新海誠へのこのラブレターだったのかなって。そうするとですね、今度新エヴァの話に戻っちゃうんですが、新エヴァのマリーってもしかしたら新海誠監督だったのかも、みたいなね、えー、そういう妄想が、えー、膨らみますが、えー、あれはまあ、えー、後で調べたら仮面ライダーの、えー 助手なんですかね。えー、の、あと、おやすさんですね。え、の、えー、お名前らしいんですよね。だから、もしかしたら、その、君の名が、えー、仮面ライダーから撮ってるかもしれないんですが、まあ、そこがぐるぐる回ってるっていうところが、まあ、かなり面白いと思うんですよね。 じゃあまあ、ショッカーって何なのかって話ですよね。で、ショッカーっていうのはサステイナブルオーガニゼーション、サステイナブルハッピネスオーガニゼーションウィズなんとかなんだかんだみたいなことなんで、もうこれは明らかに電通ですよね。そして電通といえばオタクの敵ですよね。オタクの敵でもあり味方でもあるオタクが欲しいものをね、えー、差し出してくれるんですが、 本当の敵でもあるわけですね。まあ、それがよく現れてたのが、まあ、シン・ウルトラマンで、えー、ザラブ星人ですよね。で、ザラブ星人は透明で中身がスカスカ。えー、だけど、人、えー、一,一倍権力、えー、物を欲しがる。そしてザ、ザラブ星人が、えー、シン・ウルトラマンを閉じ込めたビルは、旧電通のビル。で、それを破壊されるっていうね、まあ、かなりね、わ、えー、かりやすい構図になってて、 まあ、えー、シンウルトラマンの敵がまあ電通だったっていうことからしても、まあ、今回のショッカーも電通だろうなっていうことはね予測してたんですがまあその通りだったなっていうね、えー、感じなんですよね。そしてその、まあ、電通にね、えー、改造された怪人たちの中に庵野秀明こと、まあえー、仮面ライダー1号、えー、本郷拓司も入るわけなんですね。そっから抜け出して 抜け出して、あの、黒服の組織ですね。まあ、ゼーレ、ゼーレなのか、えー、何なのかよく、ネルフですよね。ネルフ、えー、にですね、えー、抜け人として、えー、ネルフに入、ネルフで、えー、まあ、電通に戦いを挑んでるっていう、この、えー、安野秀明さんの構図が、まあ、今回の仮面ライダーにも、えー、反映されてるということなんですよね。だから、えー、プラーナ。 がありますよね。プラーナで、えー、そのショッカーの構成員たちがこう、えー、ゾロ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 出てくるんですが、えー、ただの人間なんですが、魂を抜かれているわけなんですね。まあ、これは、えー、まあ、電通が繰り出すんですね。コンテンツというプラーナに感染してですね、もう魂を抜かているわけですね。そしてまあ、えー 映画の中では、労働力みたいなものを提供してるんですが、まあ実際は電通にお金をえ、まあ、提供してるっていうことですよね。まあ、えー、かなりね、わ、えー、かりやすかっ今回はわかりやすかったんじゃないのかなとね、<laughs> 思いますね、えー。というわけで、えー、あ、そうですね。で、まあこの映画って、まあじゃあ何なのかっていうと、まあ、キューティーハニーをね、えー、その、 見た目は、こう、模集というか模倣してるんですが、えー、実,実はまあやっぱりこの映画は宮崎駿監督のある映画をまあ元にしてるんだろうなと。えー、それはやっぱり暮れないの豚だったんだろうなと。まあ、予想通りですよね。 で、孤独のね、えー、一人の男が、えー、友をね、えー、亡くして、まあ、それは一文字に、最後一文字句になるんですが、仮面という、豚の仮面を被って、で、まあ、飛行機という、えー、サイクロン号に乗って、赤いスカーフを巻いて走っていくというところで、えー、終わるわけなんですね。まあ、孤独だからということなんですよね。 まあこの、えー、暮の豚っていうのは、まあ宮崎駿監督の、えー、自伝というか、まあ冒険記みたいになってて、私はすごい大好きなんですが、えー、あまりね、えー、評判は、えー、良くないと思うんですけれども、えー、私はね、えー、この孤独感、そして、なんか絵も死ねるね、 え、敵とね、えー、戦っていくという。まあ、そしては、賞金稼ぎですよね。これも、紅のブダも、まあ、抜け人ですよね。そして、まあ、賞金稼ぎとして、えー、時には政府から、政府の手先として、えー、さらに悪いやつを倒すという、この構造は、えー、全くね、えー、化面ライダーね、同じだったと思います。えー、というわけでですね、 えー、またなんか喋りたいことがいっぱい出てくると思うんで、そしたらまた、えー、あげたいと思います。はい、えー、付け足しです。えー、まずですね、あの、K っていうね、えー、ロボットが出てきたと思うんですが、その前が J で、えー、その前はじゃあ何だったのかっていう話なんですが、まあ、えー、これはもうアルファベットの文字りですよね。H, I, J, K ですよね。 えー、そして、J があって、K があって、そして、その前が I ですよね。これが AI と、それから、えー、なんか I って出てきたような気がするんですが、あの、女性のお母さんの名前ですかね。えー、あとは、この I っていうのは、そのお兄さんの名前が一郎なんで、これも頭文字が I ですよね。じゃあ、その I の前が H なんですが、これが、えー、ヒロシさん。 っていう名前だったような気がしますね。まあそういうわけで、H.I.J.K. でこう繋がっていってるということだと思いますね。付け足しの付け足しです。まああのですね、本郷くんが、えー、まあ銃を持ったね、えー、お父さんの警察官がですね、えー、説得しようとして、えー 誘拐犯ですかね。まあ、えー、立てこもり犯に刺されて、さらに、えー、犯人も、えー、射殺されてしまったっていう、まあ、最悪の結果になってしまったわけなんですよね。まあ、その、えー、人質は助かって、まあ、それは、まあ、そこまで亡くなったら大変なことだったと思うんですが、えー、結果的には、えー、犯人を、犯人も助けようとした、えー、お父さんも、 犯人の手によって、えー、亡くなり、そして犯人も、えー、射殺されてしまったというね、まあ、最悪の結果になってしまったんですが、まあ、そのトラウマを持つね、えー、本郷くんが、えー、まあ、銃ですよね、えー。銃という仮面ライダーというね、まあ、仮面ライダーという銃をね、手にして、力を手にして、ただその力をね、 まず制御できない。まあこれはっぽいですよね。そしてその次はその力を正しいことに使える時に使いたいっていうね風、えー、に悩むんですが、まあ、これは、えーまあ、安野秀明監督そのものですよね。えー、力を手にして安野秀明監督は、えー、次はこの力をね、えー、人のために使いたい。 だから、まあ、こういうね、映画をね、えー、撮っていってるんじゃないのかなと。その、自分の、えー、持っている力、影響力が分かっている。それを、何とかして、えー、世の中をね、まあ、だから、ショッカーですよね、を変えるために、えー、使いたいっていうふうに、まあ、葛藤するっていうのが、まあ、今回のこの、安野監督の葛藤が、まあ、そのまま仮面ライダーにね、 えー、なってるんじゃないのかなとね、思いますね。まあですね、まあ最後ね、えー、すっきりしたってね、いうところはね、なんかエヴァの、えー、あのシーンをね、思い出させますし、まあこれはだから監督自身の、えー、自己満足をね、えー、満たすためのね、映画だったともね、えー、言えるんじゃないのかな。 えー、その「シン・ゴジラ」から流れてきた「始まる」ですね「俺は好きにしたお前も好きにしろ」のまあむしろ、えー、ここで完結編なのかなと「えー、シン・ゴジラ」3部作である「えー、シン・ゴジラ」「シン・ウルトラマン」「シン・仮面ライダーの」のこの3部作の、まあえー、完結編ということで「すっきりした」っていうふうにね、えー、言ってるんじゃないのかなと思います。